ありがとうございます。私は神宮寺隆法です。本日は、離婚した元旦那との復縁に悩む女性の人生相談が寄せられています。神宮寺隆法先生、別れた元旦那との 復元を希望しています。元旦那とは結婚生活2年余りで離婚してしまいました。原因は私の至らなさと元旦那のお金遣いの荒さ、そして親同士が揉めて最後は 離婚という結末を迎えてしまいました。先日、元旦那から半年以上ぶりに連絡はして、一個建ての家を買ったから遊びに来ないかと言われ、私は旦那と会いました。旦那の家に行った時に、 体の関係を持ってしまいましたが、私はそれでも良いと思って会いに行きました。やり直そうという言葉は旦那からは出ませんが、旦那は他の男の,男の人とセックスをしちゃダメとか、たまにはこれからもデートに行こう、食事に行こうと、 そんな優しい言葉を私にかけてくれるんです。私の仕事のこともいろいろ心配してくれて結婚していた当時より LINE もラブラブな感じがしますが復縁の言葉だけは旦那からは出てきません。今更毎日連絡取るような 間からでもないですが、連絡を取るときは、本当に、付き合い、始め、始めば、はめの、ラブラブな二人になっているんです。まるで、新しい恋愛が始まったようです。一緒にご飯食べに行けば、 ニコニコしながら私の顔を見て私が少し照れちゃいます。仮にストレートに私たち付き合ってるのと聞きたいのですが今の関係が壊れるのが怖くて旦那にそのことを聞くこともできません。彼からは連絡を くれたんだし、私は自信を持っていいんだって自分に言い聞かせているのですが、やっぱり旦那からは復縁の言葉は出てきません。彼が私のことを好きじゃなかったら、買った家には呼ばないよと言ってくれましたが、 私は自信が持てません。私も今年の誕生日が来たらもう36歳です。神宮寺先生、私たちは復縁できるのですか何でも構いません。神宮寺留保先生のご意見をお聞きしたいのです。 よろしくお願いいたします。はい。お答えいたします。えー、あなた様のお名前と生年月日、それと、ご主人の、元ご主人のお名前と生年月日、それと、ご主人の 今回買われたあ一戸建て住宅の住所の地層と火層をお経を上げて練習をしてみましたがなかなか難しいところが何点かあるように思います奥様には ちょっとショックな話かもしれませんが、ご主人が今、あなたに求めているのは、性行為の、つまり自分の性欲を満足させるために、あなたと会っているのが本心なんです。復縁という気持ちは、 今のところありません。それと、前のご主人は現在、あなた以外にも付き合っている方がいますね。つまり、あなたとは自分の家でセックスをして、他の女性とはラブホテルで会っているというのが、 私の霊視によって明確にわかります。繰り返します。今、ご主人、前のご主人のお気持ちの中には、あなたとの復縁ということは全くありません。そして仮に復縁するとなれば、あなたと 前のご主人だけではなく、あなた方のご両親を含めて円満な解決を図らなければ、復縁はなかなか難しいと私は思っています。ただし、復縁期間に入れば、 復縁する可能性は十分にあります。もう一度申し上げます。復縁祈願をすれば、またお二人は夫婦になることができます。このことを念頭において、いろんな難しいことがあっても、 復縁できるという希望はお持ちになっていてください。神宮寺隆法は、あなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。